皆さん、お待たせいたしました。いや、お待たせしすぎたのかもしれません。今日も三国志波動を皆さんと一緒に楽しく遊んでまいろうと思います。さて、今日もですね、お便りが来ております。こんにちは、動画いつも楽しみにしております。年貢さんに言うか言うまいか悩んでいましたけど、句読点が多い。もうちょっと点は伸ばしてもいいよ。ダメダメ、それ読書感想文で言われるよ。思い切って言いたいと思います。ログインボーナスの高月栄、そして太子寺、もういらないです。他の武将に変えてください。ありがたくないです。よろしくお願いします。小林麻耶です。ダメだよ、小林麻耶をネタに使っちゃう。太子寺高月栄ですね。私もですね、だいたい高月栄はですね、玉壁、もう気が向いた時に玉壁にしようという感じですね。もう交流ポイントましてや旧剣霊、これはあんまりない。交流ポイントに してもいいなって時もありますけど、だいたい玉壁にしとこうっていう、研究しようって時にちょっと足りない時あるじゃないですか。もうだからログインボーナスの玉壁ですよ、これは。3個玉壁がもらえるログインボーナスだと思ってください。あと太子寺ですね。太子寺なんか私ね、結構ずっと取ってる。で、大九剣取ろうと思ってますね。これも特別承認の時に大九剣調整しようかなって時もありますし、やっぱり研究の時にですね、玉壁使おうなんてね、時も多分にございます。で、どっちか、今更このコールポイントにしようとはね、めったに思いません。まあ本当カツカツでもうね、見えちゃってるんだよ、UR のもう小生ランクアップは見えちゃってるんだよっていう時には変えちゃうかもしれないですけど、まあないですね、今んとこ。だいたい玉壁、そんな感じですね。だからログインでもらえる、ログインボーナスでもらえる玉壁だよっていう感じで使ったらいいんじゃないでしょうか。では本題、名宝吟味のお時間だ。さっさどうぞ、ごゆっくり。うぜこの野郎、ゆっくりしねえよ、ささっと決めるんだよ、買うか買わねえか。まずはこの上のやつ、国定なんだっけ、国定ペンギンだっけ。ペンギンなわけないだろ、三国志だぞ。おい、さてさて、最大時の統率武力186186というですね、なかなか都合のいい武器だ。国定8、百戦錬磨にして治癒騒然と敵将に恐れられた優勝が愛用したと伝わる刀。はい、名将と謳われる長江でございますが、まあ、ご存知の通りですね、最初は炎章配下でございます。そこで関東の戦い、これも有名な戦いね、横山三国志には出なかったけど、これめちゃくちゃ三国志ではめちゃくちゃターニングポイント。ここ炎章が勝ってたらもう全然違う世の中になってましたね、と言われる関東の戦い。ここで有名なのが宇曹の兵糧庫ですね。曹操がここを吸収するわけですね、兵糧庫を襲いかかる。で、兵糧庫を取られてしまうと炎章軍はですね、兵端が切られてしまうわけですね。もう兵糧不足になってしまう。そこでどっちに行くか、関東の曹操本営に行くか、それとも襲われてる兵糧庫を守りに行くか、これで意見が割れるわけですね。で、長江は宇曹の守備を主張して、そこに全軍、まあ、他の武将ですね、郭都とかは曹操軍の大本営、本営を今のうちに落としてしまえばいい。この二択なんですけども、まあどう考えてもね、兵糧庫を守らないで兵糧庫取られたら終わりなわけで、兵糧庫行った方がいいと思うんですけどね、僕もね、私の個人的な考えね、はい、個人的ですよ。で、炎章が取った策はですね、決断はどっちもちょっとずつ兵を割くと、半分ずつ兵を割くという、で、どっちも負けるというですねダメなんですよ、2頭得るものは1頭も得ずの、このね、代表策ですよ、これは。どっちか行くなら全力行かないとダメな局面だったんですよね。ましてや長江は兵糧庫の守りを主張したのに、曹操の大本営を攻めろっていうところに配置されたんですよ。
もうそのままですね、だから降伏したんですね。どうせですね、こいつわざと負けて降伏するよ絶対、あの負けたの降伏するからだよって言われてね、もう戻れないじゃないですか、絶対切られるというところで、長江と江蘭が曹操に寝返ったわけですね。まあそこから曹操敗下の道が始まるわけですよ。でそこから袁紹は、負けの一途ですね。で袁紹自体も死んでしまって、息子がですね争いながら後を継いでいくという感じですね。まあ、曹操はそこら辺で運も良かったしっていう感じですね。まあ、そこからの長江はですね、まずですね定軍山の敗戦処理任されたのが長江。ここからかなり重用されたんじゃないですかね。まあ、その前も道下の戦いか、ここも出てますね。道下の戦い出てそこそこ活躍して、で最後ですね有名なのが街亭の戦い、ここで馬謖をやっつけたという感じの名将中の名将でございます。さてさて、三国志の歴史好きチャンネルのちょっとそこら辺の歴史好き部分がちょっと長くなりましたけど、すいませんね。はい、休活工場が上がります。休活というのはですね、確認しましょう。はい、こちら兵力が 50% 以下になった際に一度だけ戦法ゲージを 20% 増加から始まって最終的には 40% 増加、これが3、さらに兵力が 25% 以下になった際にも一度だけ戦法ゲージを 20% 増加、2回増加させることができる。3にするにはですね、これ星4にして武器を買わなければいけないということですね。とにかくゲージが上がっちゃうんだよっていうことですね。でゲージの上がり方、スピードが上がるんじゃなくてそのまま 40% ボンって乗るんですよね、この書き方だとね。そうですよね、ゲージを 20% 増加だからボンと乗るわけですよ。だから2にするとこの 40% 上がるってことはもう 60% 上がってる時点で 40% 上がったらすぐ発動ってことですよね。そういうことなんですよ。だからこっちの方が強いんじゃないかなと思いますよね。戦法速度アップですね、それよりはこっちの方が強そうな感じしますけどね。で工場ついてますけど、戦法はデバフ防御 30%、 4部隊とか1回の強化無効、ね、4部隊にみたいなデバフを持ってるわけですね。で4部隊に 250% 攻撃、なかなかねやっぱりいいわけですね。で工場もついてることで、まあ、工房いろいろ役に立つのかなっていう感じですけど、ただねあの2にしてプラス 9% でしょ、プラス 9% でもそんなに上がらないんですよね。ちょっと呼び出してみましょうか。ここですね、大仏地、これが工場2によって 9% 上がるってことですけど、これ 50% の 9% ですからね、意味わからないかもしれないですけど、だから 4.5 しか上がってないですね。 9% の半分の 50% のうちの 9% ね、ちょっとなんか詐欺みたいな書き方なんですけども、だからこれ結構ね上がらないと、これ 30% まで上がるととんでもないんですけど、確かにねこれ65までいくわけでしょ、もうはっきりと差が出るんですけど、 4.5% 差ね、バフがかかった時にねやけにちょっと多いなっていう感じがする感じですかね。漢字だけで言っております。あ、もう一つの技能、この技能を持つ武将が戦法を発動した際、敵1部隊の強化効果を1つ解除、さらに 30% の確率で敵4部隊の強化効果を1つ解除。これちょっとわからないのが、敵1部隊の強化効果を1つ解除して、敵4部隊の強化効果を1つ解除っていう、これどういうことなんですかね。さらにだから1つ解除は確定で、さらに4部隊なのかな、わかんないなこれも。それかかかった1部隊の解除をもう一つ増やして 2+、3部隊なのか、わかんねえなこれもまあ4部隊解除は確定ってことなんですよね、とりあえず、うん、30% の確率で、まあ、そんな感じですね。デバフ効果がある、しかし複数部隊、結構多い部隊できるっていうことで、攻めながらっていうところもあるわけですね。だから割とオールマイティ、うん、長江そのものですね、守りも強い攻めも強いと
いう感じ。はい、こちら金秋貢献反比、金秋貢献反比、パラメータこっち、武力261、統率111、武力多い、多め、多め国際マラソン、スタッ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 。はい、ということで後頭に割拠した英雄が愛用したという袖なしの上着、金糸で豪華な刺繍が施されている。この前はですね、机を切った刀でしたね。今度は酒でよかったんじゃないか、こんなこんなような酒でよかっただろ、あいつは大酒飲みなんだから。あの名宝なのに何かが下がるってのも面白かったんじゃないか、すごい何かがすごい上がるけど何か下がるってのよかったんじゃないか。舞台の壁眼団結の技能プラス1、壁眼は上限2、団結は上限3。壁眼も、団結もあれですよね、2まで行くやつですけども、3まで行くのは団結だけということですね。ちなみに、星7で出るのが統合ですね。ちょっと一応確認しましょう。壁眼、これはですね、だいたい芝居のやつと同じ、しかし星2になると自身に付与される強化延長の個数プラス1、これ自分の舞台に付与されるバフの強化個数をプラス1。はい、次団結、高相性の武将数かける1%、舞台の攻撃防御知力が上昇。まずね、壁眼、これ付与される強化延長の個数プラス1ですね。先方を使うと尊敬の場合3個強化されるのが、4個になると、自分の舞台は4個になる感じですね。ただね、私の使い方だとね、孫権がいる舞台ってどうしてもバフ舞台になっちゃうんですよね。もうこの孫権首相の舞台なんてひどいもんですよ。これ攻撃1200とかで、もうバフにしか使えない舞台、バフにしか使えない舞台にバフが増えてもあんまりっていう感じですね。こっちどうだろう、そそそそけそけそっていう編成があるんですよ。そそそそけそけそ、こっちはけそけそは、けそけそは、尊敬、あ、そそけそパパ、パパそそけその副将がそそけそジュニアなんで、これでもね大したことない、やっぱりバフ部隊。ただここは増えるとね、尊敬のやつはいいことがあるから、あ、違うか、自部隊にかかる攻撃上昇防御上昇の効果量が増えるだけで、延長されてもねえっていう感じですね。だからこれはね、自部隊だとねえっていう感じ、尊敬自体が強くないといけないわけですね。そっちの方で編成を考えていかなきゃいけない。まあ僕の場合は尊敬が弱いんで、そんな感じでございますね。はい、焦点の方戻ります。次の機能、首相先方発動時自身一部隊の攻撃速度プラス 10%10 秒、さらに 50% の確率で自身一部隊の攻撃速度プラス 40%10 秒ということでございますね。だ 50% に当選するとプラス 50% の攻撃速度が自身一部隊にかかる。これもだからですね、僕はですね、尊敬の部隊があんまり強くないんで、そんなに攻撃速度を上げてもらってもっていう感じがしちゃうわけですね。となるとですね、じゃあ尊敬以外で使おうと思って、首相戦法発動時の武器なんで、武器じゃない、防具か、何でも使えるわけですね。何でも使える、あの補佐でもいいっていう感じなので、まあ攻撃速度上げる専門の防具ですかね。これ防具ですよね、ちょっと確認しましょう。はい、防具でした、 SSR 防具。ということで尊敬のステータスを上げるっていう意味合いが結構強いかなっていう感じですね。この強化延長の個数を上げて、団結を上げて、ステータスを上げるかっていう感じでございますね。それでは買いますか買いませんか。それでは国定8禁止なんちゃら買いますか買いませんか。
開幕。すぐこっちだ、こっち。買いたくねえ、買いたくないよ。買いたくねえ言いながら買うんだよな。だいたいねこれ工場プラス1でしょ。で、あの変な弓みたいなやつ、戦費かなんかのあれでプラス1もありますでしょ。これで3は確定なのよ。工場1持ってる武将がいれば3にはなるのよ。工場3になったらね、どうなります？強化は工場3になったらプラス 15% なんですよね。 7.5% 上がる。 50% だったらで、騎兵だともっと上がるのかな。騎兵もっと基礎値高いですよね。基礎値に対して 15% だから、うん。で、組み合わせによって5まで行くにしても、もう2持ってるから3人でいいみたいな感じになるんじゃないかなって思います。じゃあ買っていきましょう。もう今月2本目だよ。もう買いたくないよ。言う？コキンって言う？あ、まだコキンって言わねえわ。おお、ずいぶん通信に時間かかってるじゃないか、これ。買わない方がいいんじゃないか？はい、ダブルクリックしました。フェイス ID どうですか？あ、フェイス ID 失敗しました。フェイス ID 失敗しましたよ。何ですか、これ。これやめてください。これ、いろいろあの、メールアドレスを晒し回るのやめてください。フェイス ID どうですか？はい、コキンいました。はい。新コキン若衆。ね。やんごとなき、ね、高貴なお方がね、やりましたよ。誰が高貴やねん。やんごとなき、ね、やりましたよ。はい、やんごとなく。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いつでも来てくださいね。じゃあまた強化すればいいんでしょ、強化。はい、50にすればいいんでしょ、レベル50に。レベル50にするとこんな感じだい。次のバンドは、このガンドってなんだよ。このバンドだい。はい、60、60ですね。ちょぼ。60、60か。このビラビラいくつだったっけ？ビラビラと同じだ。ビラビラと同じシリーズだ、じゃあ。ということですよ。装備してみます？はい。じゃあ、長弓につけてみますね。これで、工場が3。ね。57.5。ですよ。ですよの最近は。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、そしてグッドボタン、ガガガガガッと、押しちゃってください。ツイッターフォローは概要欄です。それじゃみんな、またんごー。